彼氏とかそういう感じではない。岡田です。今日は女性と普通に会話できるけどモテない男がよく言われてしまうことについての原因と解決策について書いていく。明るく会話もできていい感じの雰囲気を作れているのにベッドインまでできないといった悩みを持っている人は参考にしてほしい。参加者からの相談メール。岡田さん、はじめまして。いつも TAV で勉強させていただいております。早速ですが相談をさせてください。私は普段ストリートでナンパをしているとき、アプローチからカフェなどへ行き、いい雰囲気を作ることはできていると思っております。女性のリアクションもよくその流れでホテルへとクロージングしていくのですが、クロージングをかけると高確率で失敗します。ちょっとそんな気にはなれないですなどと言われて、その後のどのように切り返せばいいかわからず失敗に終わります。普段知り合いの女性とも仲良く会話はできるのですが、彼氏とかそういう感じではないと冗談交じりに言われてしまいます。どういった原因が考えられるのか、岡田さんの考える理由とアドバイスをいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。岡田の答え。あなたとはそういう気になれないと言われる。一緒にいて楽しいし話も合うけど肉体関係を持とうとは思えないという。それなりに好意を感じているが男として意識されていないケース。この原因は感性の一致、悪共有などの不足。特に男女話において2つの要素が極端に足りていない。そういう気になれないというのは女性サイドのなんとなくの感覚だ。なんとなくあなたとは肉体関係になる気が起きないというだけに過ぎない。もしこの言葉を言われる人は非常に悩むかもしれないが、発したターゲットからしてはそんなに深い意味はなく、感覚的な要因が大きい。そしてその感覚を生む要素こそ感性の一致、悪共有などで相手に与えるこの人ノリが合うかも、もっと知りたいかもといったあなたへのイメージだ。男として見られてないから男らしく振る舞わなければといった短絡的な解決策を提示したり考えたりする人もいるが、実際は違う。その振る舞いの方がターゲットの感性に合わなければただ墓穴を掘るだけ。むしろ自然体で接した方が相手はいい意味で男らしいと感じる。そういった対面的な部分に原因を探し求めるのではなく、女性との会話の中で男女話においてノリが合う、もっと知りたいという願望を生み出しているかどうかを創意工夫した方がいい。男女話における感性の一致、悪共有を増やせばいいと述べたが、一口に言っても困難に感じる人もいるだろう。なのでここでそれぞれの会話の進め方の正解を記す。ただ稀に男性の不思議ちゃんなどのマイノリティもいるので、そこだけ注意してほしい。感性の一致の目指し方は、ターゲットの恋愛感など、相手が気持ちよくプッとしているとき、わかる、さすが、うんうん、などの相槌トーンを強めに打つ。ターゲットの思わんとしているところが把握できるまでは、余計なプッとをしない。把握できたら、その会話に合わせて、みたいな、などの、かぶせ会話を使用する。このパターン一辺倒だと、ただ気を使わせている印象を植え付ける恐れがあるので、3回に1回程度、すり替え作業、同意の切り返しを入れる。悪共有目指し方は、出たよ。それは、きついね。受ける。ムカついたでしょ？マジで？などの相槌トーンを強めに打つ。ただし、真剣なトーンに
なりすぎないように注意。また対象となる悪共有物に対してはフォローを時折入れる。悪共有をしたら、でも本当は〇〇だったんじゃない？などのフォローを入れておく。これも真剣なフォローにならないようにユニークトーンで発言する。またターゲットに気持ちよく吐き出させるために相槌トーンプラスイメージを与える会話を意識するとなお良い。例えばマジで？それはムカついたでしょ？の後に、てかそれっていつもされてるの？いや普段からそういう人なの？などを付け加えてターゲットからのプットを引き出していく。引き出したら相槌、フォローの繰り返し。女性は決して生理的にあなたを拒絶しているわけではない。楽しませる会話ができているのであれば、ほんの少しの工夫で同じ会話でも女性はあなたを男と意識してくれる。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。